火にしては早っそう早いでしょかわちぃありがとう。似合ってますか。じゃらしできるやん。今日もしっかり初見メイルくんこんばんは。タレパンさん久しぶりじゃない。なんかこんばんは。今日は二つ結びの気分だったので二つ結びをしました。イエイイエイ。うん、みさみさちゃんお邪魔してください。こんにちはツインテール似合ってるよ。ありがとうありがとう。似合ってるでしょスーくんミニーちゃんお久しぶりですってね。昨日ぶりじゃんイングリッシュマンさんこんにちは。久々じゃない。イングリッシュマンさんもキョニーこんにちは。このニックネーム初めましてかも。昨日も片思いだったじゃん猫さん。 JT さんこんにちはどういう気分ですかどういう気分でもないよ。今日はあのリングライトが届いたので幸せです。あははは。珍しい時間ですね。そうそうそう、時間があったからこの時間にしようと思って始めました。だってさ、この時間しか見ない方とかもさ、見れない方とかもいるかもしれないなって思って、この時間の辺にちょっと始めてみた。見たよ、オーディション時代の響き。え、どうだったどうだった。あつしさんこんにちは、お久しぶり。泣き顔までしっかり見ちゃったねえ。そこまで見ちゃあかんよ本当にツインテールってことはやっぱりあれやっとかないと。何じゃらしかなこれね、しないけどしないけどね。いつもより美人さんなわけだでしょ。え、でしょって、やっぱライトで違う。もう最高すぎてるよ。通りでいつも以上に美肌だと思ってた。よかった。美肌に見えますか？やっぱいいよね、ライトあると。なんかテンション上がっちゃって、ほんと、ラッキーみたいな。幸せハピネスだぜ。カナオと一緒じゃないんだ。え、何が？カイさん、こんちゃーす、こんちゃーす。ティーカーさん、こんばんは。アツシさん、お久しぶり。クリアさん、こんばんは。ご飯まだでしょ。ご飯食べた。朝から作った、豆腐ハンバーグを冷凍してたから、また焼いて、豆腐ハンバーグ食べました。あと、なんだっけ、玄米と、お味噌汁じゃないけど、なんかスープ飲んで、食べました、ご飯。東京朝からずっと雨です。ねえ、やだ雨。なんか昼ぐらいから降り出してきた。今日、自転車買いに行ったんですけど、今日自転車買いに行って、で、そして自転車買った後ぐらいに、なんて、せっかくさ、自転車買ったのにさ、なんか雨降ってるから私その片手運転できないのね。だからちょっとねって感じ。ついてる、かわいいよ。ありがとうね。梅雨、あ、これ梅雨なんか、梅雨入りしたん。え、だる、目の中キルンキルン、かわいいでしょ。キルンかわいいでしょ。鈴鹿さんこんにちは。今日はだる、ギャル度が低いです。ギャル度低くていいんだよ星、みんなも期待してるよ、巻き込む。何星になってるよ。メイリカ買ったか。買ったよ。ギャルピースギャル今日見えないでしょ。リングライター配信には必需だね。ほんとこの時間から0時までやるの頑張るね。いや、しないからしないよ。何言ってんのよ。さすがにね、もうね、死んじゃう。それはあの喉が死んじゃう。まずもう死んでるんだもん。もう喉痛すぎてずっと龍角散食べてるんだけど、もう痛いって感じ。結構声変わってるんだと思うんだけど、
カステラスーティーガンズカステラスーで豆腐ハンバーグいいな、美味しかった。マジで初めて作ってみたんだけど、私って天才かもみたいな。やっぱハンバーグってさ、なんか難しい感じに思えるけど簡単だよね。めっちゃ美味しかったです、美味しかったです。ネルフィケーキでなんとなくギャルが流行ってる。そうなの、いいな、手料理食べたい。食べさせてあげたいね。でもなんかさ、ハンバーグとかって中が焼けてるのかちょっと不安になっちゃうからさ、怖い時あるよね。神様サラサラで綺麗。全然サラサラじゃないの、サラサラじゃなくてびっくりなんだけど、髪の毛切りたかったけど切れませんでした。髪の毛めっちゃ伸びたんだよね私。よっちゃんさん、こんにちは。こんにちは。ヘルシーな食事してるのね。まあヘルシーなのかな、微妙だけど、まあなんだろう、まあちゃんとちょっと気にしてやってます。ドンキかな、何ドンキかなって。鼻炎、私鼻炎なの今。放課後ホームルームに向けてひーちゃん予習に来たリエチオタ。あ、ミサさんもう覚えたよ、私この間来てくれたからありがとうね、来てくれて。放課後ホームルームあれなんだっけ、もう当選かなんかできたんだっけ。私ともミサミサさん喋ろうね。喋ろうね。喋ろうね、仲良くしようね私とも。ん？にゃ止まった？どういうこと、どういうこと？電波悪いもしや。東海、東海まで梅雨入りしたで。マジか。いやもう梅雨入りとか本当、せっかく自転車買ったばっかなのに。もうマジで。自転車の写真載せんのかいってなって。自転車の写真ってさ、あんま載せるの良くなさそうじゃない？思って載せなかった。自転車どれにしようかなちょっと迷ってたんだけど、なんか結構すぐ決めちゃった。持って帰るとき大変だ、大丈夫だった。大丈夫だったよ、普通にこう運転して帰ってきました、自転車を。でもさ本当にさ久々に乗ったのね、もう乗った瞬間にこけそうだった。でもちゃんとあの乗って帰れたけど、怖くて怖くて、自転車結構怖くて、でも楽しく帰れました。でも自転車本当に楽だなと思った。いいよ。ヘルシー。ヘルメット、ヘルメットは買ってないです。電動じゃないよ。自転車どこで買ったの、なんかねちょっと遠いとこで買っちゃった。なんか最初近いところで自転車屋さんで買おうって思って近いところに行ったんだけど、なんか入りづらくってちゃんとなんかね、ちょっと入りづらかったから、そこの自転車屋さんから13分ぐらいかけてのところに自転車屋さんがもう一個あったのね。だからそこまで歩いてって、でなんか入って、優しいおばあちゃんに、あの自転車買いに来たんですけど何がいいですかねみたいな感じで喋って、まあこれがなんかねとかいろいろ説明してもらって、まあいい感じのを買いました。カゴが大きいの買った。そしてなんかスカートとか履いた時に巻き込まない感じの自転車を買いました。茶色の自転車にした、かわいいよ。マスクさんこんちゃーす。マスクさん久しぶりじゃね。メガネさんこんちゃーす。カイソンおろうダルーのくせなんかさ、そうなんだよね、私ヤバーもヤバーって言っちゃう。ノアもねヤバーって言うのね。だからヤバーが映っちゃってウェイヨーってめっちゃ言っちゃう。ダルー使いな使いな、ミサミサさんもダルーって。止まった、電波悪い、もしや笑顔バリかわいい、嬉しい、イエイよ、嬉しいね、ありがとうさんね。カッパも買わなきゃ、カッパ多分あるぜ私、多分あるぜ。いや私もカッパ買わなきゃって思って、でもさちょっとさあれだよね、カッパ被りたくないな。いやでもカッパ被んないと私ほんと片手運転できないからね、持たなきゃいけないじゃん。
しおりさんこんばんは。みーちゃん自体の髪色茶髪じゃない、そうだよ髪色茶色です。あーおいしい、おいしい、マシッソじゃらしやれよね、さっきのやらないよ、やらないよ、やらない、やらないやりません。ひびきちゃんギャルって面白い、どういうこと、ギャルじゃねえから、ギャルじゃねえからギャルじゃないでしょ。ゾウさんこんにちは、こんばんは。ひびきなんなんでられなんなんでられんでららえでれらでれらなど頑張りよし、応援したからするしかせん。豆腐ハンバーグとか女子力高し、高いでしょ。そうなんか急激に好きな YouTuber さんがね豆腐ハンバーグを作ってて、あ私も豆腐ハンバーグ作ろうって思って作りました。ひーちゃんの手料理食べれる会いつか開いてほしい。あ開けるなら開きたいですよ、本当にマジで。うちご飯美味しかったよ、天才だと思ったもん。マッチョさんひーちゃんナビこんにちは。アイスレモンさん呼んだ、今日も京都で呼びました。ひーってギャルだったのよね、毎回言うじゃん猫さん。だからひーはギャルじゃないってば。もう夜ご飯食べたの、まだ帰ってもないんだが、あの一応ダイエットをちょくちょくしてるから、もう早く食べて、あのね早く食べたがいいって言うからさ、豆腐ハンバーグを食べて、何言ってんだ、とりあえず早い時間に食べて配信が終わったらねジムに行こうかな迷ってます。雨降ってるからさ危ないじゃん自転車だから、ちょっとどうしようか迷ってるんだけど、迷い中です。なんか何しそうなしのドハンバーグ作ってもらおうやば。ハンバーグ作れるとは料理得意、まあ作れるね、作れる方ではあります。ちょいこの時間長く見れないかどうする、オッケー、夜もしかしたらまたするかもしんない。またね、赤ヘルサンタさんこんちゃっす、ひびきさんこんばんは、遅刻さんこんばんは。ハームルームの到着水曜日よ、あ、じゃあまだ到着来てないの、言い方はバリおもろい。え何の言い方、ギャバーの言い方かな、なのな。レイさんこんちゃーす、こんちゃーす、こんちゃーす。なる先輩さんこんばんは、こんばんは。当落結果まだ勝手に当たった前提だったけどだったけど、星してたら割る、あ落選してたら割るってこと、大丈夫大丈夫、きっと当たってるから、当たってるよ、私が言うんだからきっと当たるぜ。でこれでもし当たんなかったらマジすまん、マジすまんって感じだけど当たる、青ねミサさん、ミサミサさん、うんうん、青に、うんうん、あテロップツインテール加工、ツイ二つむむすび、むすび、オッケー。つつつつつ、なんてなんて、あらら、どこだ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 、おほほほほ、待って待って待って、時差ありすぎやない、ちょ待って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 、あめっちゃ時差あるわ、ごめんな。雨で湿気高いと髪の毛ヌンヌンした、めっちゃもうやばいよマジでね、私本当にやばいの、本当にあのあもう 雨とかもう家出た瞬間もうくるくるなっちゃって、やばいやばい本当に。でも宿毛矯正を前髪とかかけてるからまあまだマシなんだけど、もうねもういやってなっちゃう、はあもうしんどーってなっちゃう。そうだから終わりなの、梅雨入り気が
マイル？マイルかな。それやめないわ。自転車6段くらいついてる？何6段ぐらいって6段？自転車6段って何？海幸山幸さんこんにちは。ななみ自転車欲しい、車に積んどきたい。なんだそれ、サイクリング？おなんだそれは。補助輪買ってあげようか。バカにしてる？え、バカにしてる？もういいしーちゃんね、全然あの焦げるからね、ちゃんと運転できるよ。ちゃんと自転車焦げます。最初ちょっと危なっかしいけど、ピースサインかわいい。ユンギュンギュン。広島の街中は自転車必需品。あ、そうなん？え、そうなの？原付きのが楽だが、原付きは怖えな。自転車も怖えけど、自転車じゃなくて原付きも怖えない。ヘルメット買いな。ヘルメット売ってなかった気がするんだが、売ってあったのかな。 PIM さんこんばんは。本通りを降りて押してね、本通りをさ運転してあの行けないよ。あ、絶対もう人にぶつかっちゃうからね。私そんな自転車うまい方じゃないから、あの本通りまで自転車であんま行きたくないな、取られそう。ウィー覚えてくれてたん、嬉しい。嬉しい。みさみささん嬉しいでしょ、ありがとう。結構私1回で覚えるからね。うん、しっかりしっかり。本気のスポーツサイクリングの店だったのか。うん、多分なんかちゃんとした自転車屋さんに行ったかな。補助輪ありの自転車からありえません。41位にいちごちゃんいる？マジ？いちごいるの？いなくない？47位になってる、いちごたん。いちごっち、いちごがいます。待って。待って、マジ時差えぐ。ちょっと待って、なんかここだわ。13分も歩いて偉い。徒歩3分でもう車使う、やばすぎ。3分は歩いていけ。キャップ型のヘルメットとか雪、え、そんなんある？スカート巻き込み危ないかな。そうそう、あんまりスカート履かないけどね。茶色好きだね、ムーブキャンパスも茶色がいいって言ってた。そう、めっちゃ茶色前好きで、なんか本当はもう一個なんか違う色があって、で、そ違う色にしようと思ってたんだけど、なんか茶色のやつの方が機能性能が良くて、なんかそれにした。 MUHAMMADTINO さん、ひーちゃんラビ、こんにちは、はじめまして。ハローエブリワン。ほんとだ、いちごっている、いるね。ひーの言葉遣いギャルっぽいけ、昔からギャルって言っとんよ。違うから。ナピさんこんにちは。ゆうたさんこんちゃっす。ツイールしたから防水スプレー2本買いました。マジ？そう、ちゃんがちゃんとしてるね。私買ったことないわ。走るとき路面電車に気をつけてね。路面電車が通るところは絶対に行きません。はい。服かわいいか。イエーイ、ありがとう。まあ普通のパーカーなんですけどね。なはは、普通の。いいよ。トゥトゥトゥ。ミニーちゃん自体の髪色のがいいな。あ、そう、嘘。茶色がいい？ノアにも茶色がいいって言われたんだけど。自転車買って早々天然水で新車になると、それはマジで。もう天然水じゃないけどね。雨って汚いんだよね、多分。アップめっちゃ可愛い。マジ？いいよ。ダル使ってみる、爆笑。リーチにいたひーちゃんって通じるかな。いやー、どうだろう。でもリーチの前であんまダルって言ったことないかも。言ったことないけん伝わらんかも。
伝わらん、うん、伝わらんかもしれん。で、のんたんさん、こんちゃーす、こんちゃーす。ハンバーグ料理配信して、え、今度するね、じゃあ。今度してあげます。ハンバーグ。豆腐ハンバーグは昼だよね。夜は何食べるの？え、あのね、昼、朝昼兼用で、ハンバーグ食べて、豆腐ハンバーグ食べて、夜ご飯も豆腐ハンバーグ食べた。5個作れたから、そう。もう食べました、私。食べました。昨日の先輩の服装で誰か印象に残った。え、私ね、あの、先輩をあまり見かけてないな。なんか見かけたんだけど、そんなにじーって見てないから、え、どうだろう。昨日、あ、ソラハさんの、ポリス？あれ、ポリスかな？がすごい可愛かったっていう覚えがある。星の成果出てるね。何の成果？ 6 時以降食べないといいとか言うの。そうそう、やけんが、その一応、6時以降食べてない。何時までする？何時までしよっかな？迷い中でございます。ちょっと気分です。雨で散歩諦めてたので今日234歩しか歩いてない。マジ？多分私それより今日歩いたわ。結構遠かったけんな。たくさんね。ひーちゃんとかなのドキドキ料理教室開かれないか。一時は開かれないんじゃないかな。今からね、忙しくなるかもしれないので。ヒロさん、こんちゃーす、こんちゃーす。すげえ、福耳何これ柔らかいよ、すっごい耳。私あのすごい耳気持ちいいって言われるんですよ。高校時代にすっごい耳を触るのが好きな友達がいて、いやマジでもう休憩時間中にもうずっと耳触ってくるの。こうやってやめてみたいな感じだったんだけど、マジいい耳してますよ私。自分で言うのあれだけど、ほほほほ。もうリエッチの勉強始めとくか。でもあと2週間ぐらいだよね。コナーさん、こんちゃっす。おそらちゃん、こんちゃっす。はじめまして、 STU48 3期研究生の浜田ひみきです。こんにちは来てくれてありがとうございます。ツインテでチャリ買いに行った。違う、普通に寝起きで買いに行って、で帰ってきて掃除し始めた時に髪の毛邪魔いいからツインテールしようと思ってツインテールして、あ、配信もツインテールにしようと思ってしました。あはははツイン大好きマンだからひーちゃんにキュンってしちゃった。キュンキュン。え、嬉しい、ナピさん。イエーイ。キュンキュンしちゃってください。私、浜田響にお願いします。ありがとう。ありがとう。外れてたら、マジすまんは他人事すぎる。あ、当てるぜ。ごめんね。いや、多分絶対当たるから大丈夫だよ。絶対当たる。もうきっと当たるはず。当たれ。うっ。はい、当たる。はい、当たるぜ。マジで本当にこれでマジで当たらんかった。本当にごめんね。梅雨入りですかね。九州梅雨入りしたよ。多分広島も梅雨入りしたよ。もうやだ。今日配信早いのひーちゃんから欲しい幸せは心の中で輝いてるよ。ほほ、輝いてる。やっちー、こんにちは。化粧もいい感じ。本当？そう、ちょっと始まる3分前ぐらいにちょっとだけお化粧したの。時差チェックしとくか。6時20分。うわ、10分もだわ。ごめんね、10分も時差あるわ。ごめん。イーさん、ひーちゃんラブ、こんにちは。長崎も雨多いんだっけ。そう、長崎も雨多いんじゃない。自転車焦げたのか。焦げてねえよ自転車焦げてないよ。髪に何かけてたら髪にツヤできるよ。何をかけてたら。
ハマコさん、だるまありがとうございます。自転車のギアが6段、あ、ギアついてない、ギアついてないよ。 KG6033 こんにちは。マイカー持ってきたら、もうマイカー持ってこないよ。自転車鍵2個にしよう。え、2個にした、ちゃんと2個にしました。 M ちゃん、ハートありがとう。歯並びいいね、ありがとう、嬉しい。私歯並び悪くって、もともと悪くて、それがすっごい嫌だったから、高校生の時に矯正をしたんです。で、専門学校2年生の時にやっと取れて、そうだから矯正が外れてもう半年以上経ったかな。そうだから矯正してました。でもなんか本当に歯ってすぐ戻るのね。だからリテーナーしてないと戻っちゃうから、最近なんかちょっと戻ったんじゃないかなって思ってる。ちょっと出てきちゃった。りょうたさん、ひーちゃんラビ、こんにちは。しょうさん、くま、ありがとう。いつの間にか、ありがとう。いちごかぶせ投げに来たかな、かもしれない。自転車の鍵しつつ、うん、大事マジで。あまこさん、ハートありがとう。カムカバーさん、え、カムカバーさん久々じゃね、え、久々じゃない、私の覚えでは。え、なんかめっちゃ今日久々な方が多い気がする。覚えるのが早いのはお話し会でよくわかりました。そうでしょ、私頭悪いんだけど、なんか結構覚えるの早いんだよね。ぼっち2号さん、こんにちは。なんとかに、自分はサイクルベース朝日で自転車ロード変えました。あー、私そこじゃないわ。ロード変えました、ロード、自転車ロード聞いてないって言ってるけど、自分で突っ込んでるやないかい。23分、ほらもう9分だわ。浜子さん、あとありがとう。スキミャンルヌ、ゆゆさん、こんにちは。ラクランギア、ギアはないんですよ。いちごちゃん登場。断然茶色か。私もちょっと髪の毛茶色にしたい。でも結構茶色になってきちゃって、ほら茶色になってきちゃった。服は白がいいよな、ね、服白がいい、白か黒がいいんだよね。カムカバーさん、ひーちゃんバターゲットならず、マジゲットならずだった。当ててください、ぜひ。あまこさん、ありがとう。アバター当たらない、マジで、マジか。マジですか。ほほほほ、あ、頑張って。私も当たんなかった、私のアバター悲しい。夜中食べんようにしよる、そう、夜食べないように頑張ってます。ツッ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 、あ、あれ、お前ツインテールしてるのか、似合わなって言ってんでしょそれ。いちいちワンコでいいから。エムちゃん、あとありがとう。ダルーっと響き、ハンバーグの響きちゃん、バリかわいい。え、どういうこと、ハンバーグの響きちゃんかわいいの。タッカマリン、タッカマ、ん、タッカンマリさん、こんにちは。ひーちゃんラビ、こんにちは。エメちゃん、ハート100個ありがとう。ひな先輩のダンスを見た、見た、似合ってらっしゃいました。見ました見ましたよ。やけんもかわいい、やけん使っとった、やけんさーみたいな感じだよね。飛ばねとりさん、こんばんは。飛ぶね、いつもこの漢字が難しいよね。歩くのも一つの運動かな。なんとかへ行ったことある、行ったことない。何それ、漢字が読めないよ。なっちゃんが耳たぶ触るの好きだよね。あ、そうなの。リモートワークの運動不足はどうしようもない。あ、もうね、ランニングに行きなさい。やばいやつ。ハマコさん、ハートありがとうございます。ビッキー、お話し会場着いたらわらび餅とかお弁当は見逃してなさそうです。
すいません、しっかり食べました。しっかり食べました。チーズケーキも食べました。すみません。しっかり、いやマネージャーさんがあるよって言ってとか、なんかいただいちゃいました。はは。耳たぶ触りってめっちゃ柔らかそう。めっちゃ柔らかいよ。プニプニです。プニプニ。たまこさんハートありがとう。3期生アバターまた忘れた。マジ？また頑張って。私をなになに、俺のプロフを見て何か感想をどうぞ。え、AKB さんたちがたくさん書いてあるっていうイメージ。パジャマとサンダルで自転車買いにギャル全顔し、ちゃんとした格好で行きました。これこの服にあのジーパン履いて帽子かぶって行きました。だから普通にちゃんとした格好だよ。ひーちゃん髪伸びたね。チンスイート伸びたのがよくわかるね。めっちゃ伸びた。なんかめっちゃ長くなったもん。びっくりしちゃった。夜はポニテ希望。今日はツインテの方が漏れそうだけど。夜配信するかな、どうしようかなって迷っております。キンパスかわいい。あ、キャロットさんこんにちは。キュンを5回やってほしいです。キュン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 。わかんない。キュン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 。スキメンルルザッキー、ザッキーこんばんは。のっぴさんキュン。ひびき先生なんで梅雨が来るの。うん、ひーさんもわかりません。ひーさんもわかりません。リエチいろいろと話しそうね。私のところでリエチに喋りかけてんの。ハルキングさんこんちゃっすー。ケンちゃんこんちゃっすー。元気よくてこっちも笑顔になれる。お、いいじゃないか。いいじゃないですか。よかったです。よかったです。あはは。ツインテール知ってるって噂で聞いてきました。おほほ、噂で聞いてきました。ツインテール知ってます。お似合いですか。可愛いですか。はい、6時30分でしょ。6時もう8分、もう8分もあるわ。歯磨きします。歯磨きするん。16ブランコさん、ブランコさんこんにちは。こんばんは。あさってで5月終わるね。いやそれな、早かった。めっちゃ早かった。今仕事終わったのでこれから雨の中チャリで帰ります。カッパ着て、え、気をつけてな。事故しないように気をつけて。アイスレモンさん久しぶりって、久しぶり。キャニーさんたこ焼きありがとう。たこ焼きじゃないな、たこありがとう。初見でファンになりました。ありがとうございます。レンさんイエーイ。ガチですか。ありがとうありがとう。 STO8 3期研究生の浜田響です。ありがとうございます。イエーイ。嬉しみの舞なんだが、ありがとうありがとう。パフィンさんこんばん。今日も可愛いわ。ありがとう。今日パフィンさん偉いないの。ロードバイク自転車よ。みんなやな、先輩が乗ってるのと同じタイプ。自転車全くわかんないんだよね。バレないにちょっとずつ髪の毛明るくしよう。怒られる怒られる。一応ひーちゃん配信昨日に続いてきました。覚えてるよ。キャロットさん昨日も来てくれたもん。ありがとう。ハラカラさんてんてんってなってるわ。今待ち受けくじを引いたけどひーちゃん登場する。マジか。ひーちゃん登場しない。でもあと3日くらいあるよね。頑張ろう。アバター31日までです。まあ短いね。寝る前に食べるカップラーメン美味しい。うん、もうねそれはもう分かりきってんのよ。でもそんなこと言っちゃダメ。でも欲に負けちゃうから私。はよ、女の子を響き当てないとずっと男だよね。もう女の子響き当てたいのにずっと男なんです。ハマグリ、ジャラシが欲しい人。ジャラシ、なんでジャラシが欲しい。アバター当たったけど男の子の欲しい。ん？男の方でした。惜しい。あー、そういうことね。ね、私も男の子の方だからお揃いだよ一応。でも女の子欲しいよねマジで。女の子が欲しくてたまらん。
いちごさんが研究生ツアー絶対に成功させようねって言ってました。研究生ツアー絶対に成功させようねってことね、言ってた。言ってましたか。なんとか気仙沼、あつしさんただいまおかえり。自分が好きな髪型ランキング1位ポニテ、2位ツインテール、3位ハーフアップかな。お、いいですね。でもなんかさ、なんだろう、ツインテール嫌いな方って多かったりするよね。そうでもないのかな。野良犬やけんとか言いますか。え、そんなことは言わないかな。やけんはめっちゃ使うかな。ひーちゃん含めだね。耳たぶ大きい。マジ大きいのかな。大きいね、確かに大きいわ。大きいでございます。言わないとか、いちいちウクライナ見に来なきゃいいのに爆笑。ひーちゃんかわいいよ。ありがとう、ありがとう。ひーちゃんかわいいよね。そうだよ、そうだよ、本当にありがとうございます。今日も帯でしてめっちゃ小声。今日も美ですか。今日なんか女子力高めな女の子に見えない。迷ったらしてよ、迷ったらしてよ。あー、するかな、しようかな。そう、ジムに行くか行かないか次第ですかね。ジム行こうかな。ジムに行って何時に帰ってくるか次第かな。ベジックスメシさん、こんばんは。こんばんは。ん、ミューちゃん、ミューポンのファンの方ですか。ツインテールもポニーテールも可愛いよって、ありがとう。どっちも可愛いなんてありがとう。キュンじゃないのもあるけど。何キュンじゃないのもあるって。トンちゃんパパさん、こんばんは。ゼロタピさん、こんばんは。キュンを10回やってほしいです。キュン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 。わかんない、何回やったかわかんないよこれ。キュン、 I love you you you。 気絶しそうです。ズッキュンくだ、ズッキュン。こういうことしないキャラなんですけど私。え、こういうこと しないキャラなんですけど大丈夫ですかね。こうやってキュンあ、キュンパキュン。こういうことしないんですけど私ね。ちょっとなんか今日テンション上がっちゃって、ズッキュンキュンやっちゃった。頼むお魚さん、いいじゃなって。こんにちは、ハッピーさんさん、お疲れ様です。高めのツインっても似合いそうですね。高めのツインってしたらさすがにね、もう二十歳なので、なんかお姉ちゃんとかにやばいよって言われそう。初見でファンの人お目が高い。おお、初見でファンの人お目が高い。お目が高いよね自分で言うなってね、マジでやばすぎだろうって。ありがとう。アバターなかなか出ないよね。出ないね、本当に。私自分の当てたのなんか天才だもん。かわいい、偉いね。大統領ぐらい偉い偉い、ありがとう、ありがとう。コメント読むの偉いよね。なんで、みんなコメントしてるんだもん。してくれてるから読みますよ。ひーちゃんに1個目読まれるまで8分待機してました。このコメントが読まれる頃には帰宅中。あー、もう44分になりまして、ほんとひーちゃん最近響きじゃらししてる。してないよ、もともと私それしてないもん響きじゃらしってしてないもん。私したことないよ。1回ぐらいしかないかな。してないですね。ちょちょちょ、コメントだけして逃亡してごめんなさい。岡山中でしたので。あ、じゃあ岡山中だったらね。トマッチさん、こんにちは。トマッチもなんかあれだね、あ、久しぶりな気がするぜ。40分。お、追いついてきた。そろそろ4分ロスでした。カズさん、こんばんは。こんばんひー。ナライビーさん、こんにちは。ワダチンさん、バルオシーさん、こんちゃーす。お、リップの色さらにかわいい。なおさら、ん、さらになおにかわいい。ありがとう、リップかわいいでしょ。ヨンダチンってあんまり、ツインテールは一番上にすることある。超大声。うん、一番上にすることない。あんまりないね。
ツインテール人による、人によるんや。私は今日も美しくて尊いよ、ありがとう。1167人190人突破おめでとう、ありがとう、ありがとう。やけんやけん、あ、そういうこと。でも全然読めんかったわ。今日は可愛いよ、なんやねん今日は可愛いよって。今日もって言って、今日も猫さん、カズくんかな、これはカズくん初見です。はじめまして、 STU48 3期研究生の浜田響です。20歳です。こんにちは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。握手会やったら間違えて耳たぶに手が届き、伸びそう。届くよ、届く、いいんじゃない、いいんじゃない。事件じゃんけんって漫画ある、マジ初めて知った。ジムより配信しゃべるのが痩せるよ。いやいや、痩せない痩せない。そしたらもう痩せてるはずだもん。キュンはポケットからキュンです。ポケットからキュンです。ポケットから、ポケットからキュンです。ビームください、ビーム。初十キュンだね、初十キュンだったね、初めてしたわ。ひーちゃんに打ち抜かれました。マジ、私釣り師になれるか。グリオさん、あなたのハートにズッキュンとかしないタイプだって。やらせるな、やらせるな。浜っこさん、あんた、ありがとうございます。アイドルじゃなくてお笑い芸人、それもいい、なんでやねん。次はオムライスでもえもえ級配信です。あ、いいね、オムライスで、あ、いいね、それもありだわ。オムライス配信とかしちゃう、今度しちゃおう。三千院なぎさん、こんばんは、こんばんは。大丈夫、何しても可愛いよ。おー、ありがとう、ありがとう。先輩はめっちゃ高いツインテールしてる人いますけど。あ、そうなの。いや、先輩がするのはいいんだよ、私がするのがダメなんだよ。うん、したいけどね、ちょっとね。ズッキュンの、ズッキュンで意外に笑った。そんなつもりはなかったんだけどね。え、違う、ズッキュン、これ、え、こうじゃないの。あ、こうか、ん、こう、こう、わかんない、ズッキュンしないからさ、わかんない。クーガさん、こんにちは、こんばんは。ひーちゃん、今日はいつもと違う。本当？今日いつもと違う？なんか違うかな。ライトでしょ、ライト。ムロキックさん、ひーちゃん、ラビュー、こんにちは。1400人、1140人、トパオリュータ、ありがとう。愛してるよ、俺の愛されする響き。あ、愛されてる。ヤスさん、こんばん。ひびきちゃん、ワンバン、うん、ワンバンコ。ムロキックさん、こんばん。45分、あ、今3分遅れですね。コメントだけしてた、ボスいませんでしゅ。響きじゃらししてるのを見てファンになったのに。え、それは嘘じゃん、猫さん、それは嘘だよ、猫さん、絶対にそれは嘘だよ。だって配信オーディション中さ、オーディション中私じゃらししたことないじゃん。でもその時から猫さん来てくれてるじゃん、絶対それは嘘なんだよ。コメントだけしてすいませんでした。トマッチと呼んだ、トマッチと呼んだ、トマッチって呼んだよ、ダメ。マウさん、こんにちは。響きじゃるし可愛いからしてほしい。え、仕方ないの。なんで今日みんなじゃらしさせたくなっちゃうの。え、どうやってするか分かんないんだよね。なんだっけ、左、右じゃらし、左じゃらし、響きじゃらし。ダメだ、ダメダメ、こんなんできない。これはね、ノアが作ったので真似しません。これはノアがね、作詞作曲したんですよ。はい、だからできません。たまっちなーにーって、何もないよ。たっくん、こんばんは、こんばんは。姫になんなん気ならぬコメントだけして逃げたこと見抜かれてましたかね。見抜いてない、見抜いてないよ。はまこさん、ハートありがとうございます。ツインテール一番上にしたらクジラや、こういうこと。万引き、
ARISATEKKEN さん、こんにちは。まるともちゃんさん、こんばんは。ひびきちゃんはもちろんかな、ツインテール似合うよ。ありがとう、ありがとう。都市伝説は信じる方ですか？信じる方ですね、どっちかっていうと。今日もかわいい、ありがとう。喋ってたら痩せるらしいよ。え、いや痩せない痩せない、私ずっと喋ってるけど痩せないもん。ヤッシーさん、こんちゃっす。ひーちゃん20歳か、自分より若くて好きやは今年で27です。お、27歳、若いね。全然若いじゃないですか。私のお姉ちゃんより若いんじゃないかな。私と、私のお姉ちゃんと同い年ぐらいか。魔法少女響き、魔法少女響きつっつってくださいつってるはずなんですが。ピーナッツさん、こんばんは。ズッキュンいっぱいやってほしいです。ズッキュンズッキュンズッツ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 ッキュン適当すぎる。オムライスにケチャップでハート書いてくれたら釣られます。じゃあ今度してあげるね。なんでやねんの、なんなん、笑った、笑った。定型弁にズッキュン作っといて。作らんわTNDYCAT さん、こんにちは。なんかお尻が痛いと思ったらそれかこれかやばすぎ。夕食、夕飯はメンチカツです。おいしそう、おいしそう。ズッキュン打たれた、バタバタバタ。全然作ってズッキュン、やばすぎそれは私は魔法少女アニメは好きですか。魔法少女、魔法少女はあんまり見たことないかも。ピョンって、今日も24時まで配信ですか。違います、それは違いますね。今ね1328人でございます。1260人になって。あ、それから自転車さん、こんにちは。石井かなさん、こんばん。いろいろと考え、覚えてる子だな。覚えてるよ。何時まですると、え、何時までしようかな、気分です、気分でしようかな。クーガさん、かわいいってありがとう。かなじるし、のあじるしがあるで十分ですよかったじゃないか。響きじるし完璧すぎて好きです。お、ありがとう。完璧だった、え、かなじるしだと思ってた。あ、あれだよ、あの最初に作ったのはノアですよ。最初ノアがのあじるしだよ。今度は三つ編み、三中編み、三つ編み込み、うん、三つさんツインテール、三つ編みツインテール、まやちゃんに少量払えば大丈夫だよそしたらかなうはどんだけ使用料を払うのやばすぎる。白いかな食べ物はゼロカロリー、いやもうおにぎりとかゼロカロリーじゃないよ。うん、ミゴの海賊さん、こんばんは。右左左、ひみこ様みたい。え、ひみこ様、ひみこ様もっちかわいい、ありがとう。昨日歩いてたら顔に向かってツバメが飛んできた。マジで大丈夫だった？それは今からサッカーなので今日は落ちます。シーちゃんラビュー。サッカー頑張って、サッカー頑張って、サッカー、サッカーベイヨー、サッカーベイヨー、頑張れ頑張れ、サッカーサッカーベイヨー昔は20歳だったよ。ダメだね、どういうこと、昔は20歳だったよってガチで喋ると痩せるよ。え、ガチで喋っても痩せないんだけど、うん、歌っても痩せるし、いや痩せるのかな。そしたらもう痩せてるはずなんだが。Mちゃんから聞いてた通り感じ弱くてもねえ、そんな感じねえ、やばい、感じ弱くないし感じはなんか、まあ、うん、まあ、まあ感じ、うん、まあまあまあ、おいしいっしょ
や天才なんだけどなんかよくわかんない感じが出てくるんだよねって感じ。くまちゃんこんばんは。くまちゃんさんこんばんは。ズッキュン面白い。ズッキュン。じゅんなさんこんばんは。久しぶりに来ました。ありがとうございます。イエーイ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。森尾さんこんばんは。ミシェルさんこんばんは。定型部に感情あったらおもろい。やばすぎるだろ。やばすぎだろ。あ、そういうひーちゃんポーズってあるの。ひーちゃんポーズないけど、響きって言ったらこれ。響きって言ったらこれじゃない？これ。これか、これ。これか、これ。これでしょ。マシンガンスネークは、ヘビとマシンガンの合成怪人です。いや、漢字読めましたわ。なんだそれは。なんだそれは。ひーちゃん仮面ライダーウィザードが売ってました。仮面ライダーウィザード売ってたの？イケメンだよね、仮面ライダーウィザード。私は仮面ライダー一番ウィザードが好きなんだけど。今日はノリノリウェイメイエイ。ひーちゃんラビュー消してあなたのハートに10キュン熱望。熱望何それ。ラビューラビュー。何じゃんしようかなーがもらいました。本当だよ。ってほんとだよ。さくらさんこんちゃーす。こんちゃーす。あつしさん指がセクシー。どういうこと。なんかねすごい 手はね綺麗って言われることが多いんだよ。なんかいいよって感じ。あかいさんこんちゃーす。こんちゃーす。こんちゃーす。はじめまして。 ST43期研究生の浜田響です。ひーちゃんこと浜田響です。よしたんさんこんばんは。もうエアコンから水の音がしなくなった。いやするよ。するけどなんかマシになった。あんまもう気にならなくなってきちゃった。カラオケボックスは消費カロリー出るでしょ。だ確かに出るわ。出る出る出るけどさ痩せないんだよね。こにゃまるさんこんにちは。はじめまして。 STO デート3期研究生の浜田ひみきです。ひーちゃんです。こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとう。一喜一憂一期一会。一喜一憂とか言っちゃったけど一期一会だった。それ一期一会読めるよ。それ一期一会読める。だって一期一会っていうドラマじゃないけど本があったじゃん。それ好きだったから読めます。はちみつ。はちみつ漢字読めないわこれ。あでもこの3番目のキャロットさんが書いてるやつ3番目の下牛下牛かな。それはあの美容学校でねめっちゃ覚えさせられたんだよね漢字。それなんだったっけ。果汁じゃない。でもそれ以外わかんないわ。そのさその3番目のやつさなんか耳の中のやつじゃないっけ。パピコさんこんちゃーす。こんちゃーす。初訪問の方多いね。はじめまして皆さん。初訪問の方浜田響と申します。3期研究生の明るく元気な浜田響です。ひーちゃんです。ぜひぜひ皆さんあのここら辺にあるあのハートマークをねピンクにしていただけたらもう嬉しいございますがあのよろしくお願いいたします。ひーちゃん部屋にテレビあったっけ。あるよ。あるあるあります。ひーちゃんテレビあるよ。なるほど。ひーちゃんって言ったらギャルピースなの。そうギャルピースって感じ。ギャルピースしてってよく言われるからさ。あげーが決めポーズなギャルやん。ギャルじゃないよ。君の瞳にレボリューション。レボリューション。ヒーのポーズがこれだけギャルって呼ばれてるんだよ。違うし違うよ。ハロちゃんがドラマーになることになりました。俺の僕のせいで。ドラマー？ドラム？ドラムかな。第二次世界にヘルメットかぶった何兵士が頭にライフルの銃弾を受けて助かった人がいます。あそうなんですか。そうなの。
YUYUNITZCOWW さん、こんにちは。ひーちゃんなみ、こんにちは。ハロー。海外のこと多くないか。 ANGEIYCHK さん、こんちゃーす、こんちゃーす。ハローハロー。いちごいち豆太郎大きなさん、ひーちゃんラビュー、こんにちは。あっちさん正解。はあ、わかんない。何それ、読めないんだけど。読めないよ、キャロットさん。ユニさん正解。どれが正解だった。果汁のこと、果牛か、果牛のこと。くんさん、こんばん、こんばんは。はい、ハイアクアインドネシア、インドネシア、インドネシアかな、インドネシア、インドネシアかな、インドネシアの方ですか。ハロー。コオロギ、カマキリ、カタツムリ、ナメクジ。おお、なんかもうゾワってしちゃった。その名前聞くだけで、ああ気持ち悪い。その名前聞くだけで気持ち悪い。あははは。ひーちゃんは なんとか千金、一三千金、一千千金、なんだそれ。なんかそういうドラマあったくない、前。ちみもうりょう、何、もう漢字難しいぜ。ひーちゃん長崎出身ね。パセリさんとお話しした、お話ししましたよ。大画面テレビのライブ配信はし、ライブ視聴は最高だけど、汗やほころまで見えてしまいます。え、やだ見ないね。汗は出てないからほくろ見ないね。私さ、ほくろ取ろうかなと思ってて、ほくろ取りたいんですよね、絶対に。もっと喋れってことは、もうもっと喋ったらね、もう喉がやばいよ。もう結構喋ってるけど。ファン増えてきた、増えてきたのかな。ありがとうございます、ファンになってくれてる方、本当にありがとう。ひーちゃんなんかに、ひーちゃんなんかにファンになってくれてありがとう。カタツムリやで。え、そうなん、カタツムリなんそれ。インドネシア、インドネシアじゃない、インドネシア。今日なんか、今日機嫌いいね。え、いつも機嫌いいんだが。コチューの天さん、あ、コチューの天さんさ、私さ前読めなかったじゃん、振り仮名振ってくれたの。こんちゃっす。レボリューションお笑い芸人、そうですね、そうです、レボリューション。ひーちゃんのブログのツイート来た。あ、マジ？ブログ来た？え、ブログ来た？たいすけさん、こんばんは。やまじんさん、こんちゃーす。ちみもりょう、読めない、読めない。よろしくお願い申し上げます、たいすけさん、よろしくお願い申し上げます。あ、これから末永くよろしくお願いいたします。なんとか打とうとすると、なんとかで出てくる、どっちもカマキリ。カマキリなんかいい、もう難しいって感じ。カリさん、ひーちゃんこんばん、今日もかわいいよ、かわいいよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。カリさん、ケンケンパーさん、こんばんは。お疲れ様ございました。お疲れ様ございました、ございました。うん、難しいよ、みんな。二つ結びかわいい、ありがとう。むすびかわいい、ありがとう、ありがとうございます。かわいいでしょ。いや、マジで髪長くなったな、マジ髪長くなったわ、ほんと。ひーちゃん、ひーちゃんルームの右上にハートを押してね、押してね。ひーちゃんのこと気に入った方はハートを押してください。川崎、はい、川崎市長に行きますね。川崎市長って何？あくあくしんてたうあくしんたかう、何、読めない。エスカルゴなら大丈夫でしょう。うん、まあまあ、エスカルゴならまだ。まあ、エスカルゴって一攫千金、あ、一攫千金か。なんか難しくないな、なんかもうみんな、みんな漢字難しいって読めないから。黒子？森健さん、こんばんは。
ほくろ取ると運気変わるからよく考え、え、そうなの？でもさ、ほくろない方が絶対可愛くなると思うんだよね。多分雰囲気も全然違くなっちゃう。フォロワーさん1109人 ね、だんだんちょこちょこ増えてきました。ありがとうございます。ぜひぜひフォローしてください。皆さん水分補給忘れずに、水分補給忘れないように。うん、おいしい。ハチミツ香るハニーカフェオレ、おいしい。ピンクマイパーピーププキプキマイプキマイ、ヒータンが撮ったから流行りつつある。うーん、響きね、もともとその専門の時もずっとほくろ取りたかったんだよね。その気になってたほくろが、そう気になってたんだけど結構高いし、私痛いの無理だからさ、そう迷ってたんだけど、このアイドルになったから本当にほくろが気になっちゃって、なんかマジで取りたいなと思ってきた。響のテレビは50インチくらい、私のテレビは42インチかな、多分42かな。そのほくろもひーちゃんの魅力ですよ。でもさ、ほくろあることでさ、なんかね、肌がね綺麗に見えなくって、そうだからねって感じ。1600人突破おめでとう、ありがとう。ひーちゃん漢字苦手、苦手よ。レボリューション、そうレボリューションな、懐かしいよね。7時9分、4分遅れだわ。アリちゃんパイセンの大好物エスカルゴ、え、マジそうなんですか。ブログ早速読んできた、ありがとう。ブログもう出たのね。市民も旅か貸し通う会やったはず。何わかんないんだけど、何それ読めないよ。キャロットさん、冬淵さん、こんばんは。ブログの写真長崎会、ブログの写真は長崎じゃない、あの青の服のやつ、青の服のやつは長崎じゃなくて福岡です。福岡の美容学校で、そのなんかレクリエーションじゃないけど動物園でなんか遊ぶ時があったんだけど、美容学校の時になんかクラスのみんな何したいってなって、なんか動物園になったの。その時に写真撮ったやつです。それは使わせていただきました。ひーちゃんのショールームだけ振りからつけました、ありがとう。こちらの店さん、ありがとう。わざわざ嬉しい、優しいね、ありがとう。オオクワガタは絶滅危惧種のクワガタムシです。むずいな、なんかついにミシェルさん可愛い、ありがとう。あと5時間だね、やばすぎ。そろそろね、配信やめますよ。白石麻衣さんは、あの口元のほくろがいいね、いいよね。私はほくろはいいとこについてないので取りたい。見た目か運気か、見た目でしょ。運気はもう自分であげたらいいと思う。ともあきさん、ひーちゃんこんばんは。エスカルゴは食用のカタツムリです。あ、そうなの、食べれるやつか。今は1674人です。お、今はね、今響きが見てるのは1713人です。変幻の意味、何変幻、変化の意味。薄いね。ほくろ取るのはヒーターに相談しようね。そう話してたんだけど、どんな感じだったっていうのは聞いた、ちゃんと。自分は黒子真ん中ら辺にあります。ほくろ真ん中ら辺にあるとこ、ここら辺、ね、ほくろさ、あれだよね、気になってきちゃうんだよね。自分テレビでかいの、お高かったでしょ。お高かったです、お高かった、めっちゃ。カナーがテレビ買うか迷ってたが、ひーちゃん家のテレビサイズおすすめしよう。でもカナーは1万円以内で探してるって言ってたからさ、響の42インチだと1万円以内では収まんなくない？そう、ずっとかな言ってるもんね、テレビ欲しいって。幸せ、ほくろもあるからね。幸せ、ほくろで幸せ、
黒か。平成仮面ライダーの仮面ライダー響きは知ってますか？知ってますよ。仮面ライダー響きって結構してるもん。漢字苦手。でも浜田響きはメルでしょ。メルは自分の漢字読めるよ。これやめるよ。それお酒の漢字じゃない？そう、お酒の漢字だよね絶対。なんとかもう読めないけどお酒の名前な気がします。ブラックコア新人版待ってた。バイバイ。見てくれてありがとう。炊き込みご飯？わかんない、読めない。マニケンギガさんこんばんは。ちなみにどこのほくろ取りたい？ここと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 ここを取りたいです。福岡市は美容院がめっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。そう、もともと私福岡じゃなく大阪の美容室に勤めようと思ってて、そう内定いただいてたんですけど蹴ってきました。ひーちゃん泣き袋あるやん。あとあすこちゃんもあるよ。え、泣き袋って何？これ、泣き袋なのこれ。ごちゅうひーちゃん完了ありがとう。リカさんひーちゃんラビュー、こんにちは。かわいい、リカさんのアバターかわちいな。じゃあそこをなんとか、そこをなんとか。大阪、え、大阪、私大阪、ん、私今ない大阪、大阪って言った。アイスレモンさん、はい、今何分でしょう。ん、あ、そういうことね。1733。あ、ちょっと来たんじゃない。京都の、京都のなんとかに物をもずく、もず、もずめと言い読みます。何、読めない。橋原さん、あ、白身にほくろがある。え、待って、私もある。ほら、私もあります。写真は JK の子かと思ってたら、 JK の子かと思って、結構大人なので、私大人なんですよ一応。一応20歳です、成人してます。JK、 なんかみんなから JK って言われるんだけど、大人です一応。見た目ならほくろ取るの、そう、ほくろ取りたいなと思ってる。左右非対称に見えちゃうから。ブログ全然堅苦しくなかった。ワールド出てた。マジ出てた。出てたか、出てたんだ、それよかったよ。ドラさんこんばんは。あー、わかんないわ。え、わかんない、わかんない、漢字も読めない。レモンさん知ってる？わかんない。お酒はなんなんどう、レモンどう、え、違った。でもどう抜かしたら合ってたよね。レモンどう。バオバーブーさんこんばんは。キノコのかパパさんこんばんは。ロンリーザウルスさん、ん？ロニーザウルスさんこんばんは。勝手にほくろ占い見ちゃった。どんなだった？顔の左側ほくろ全部取りたい感じ。そう、そう、こっちほくろないのにここほくろがあるから嫌なんだよね。目の下にあるのが泣き袋。これ目の下にあるっていうのかな。ナウ12分遅れだわ。青いなんとか、わかる、これ大事。え、わかんない。でもそれもお酒、これもお酒かな。桜木花堂さんかな、難しい感じが。こんちゃーす、こんちゃーす。かつら、かつら、かつら、うん、目にほくろあるね。そう、あるある、あります。こじはるさんは唇にほくろある、お金困らないらしい。あ、そうなの。私は何だろうか。ジャンカ Q さんこんにちは。仕事でイサヤにいるんだけど、今からおすすめスポットある。え、イサヤね、全然わかんないんだよ私、ごめん。イサヤは全然わかんなくって、私1回しかイサヤ行ったことないんだよね。イサヤ何があるんだろう。イサーヤは行かないもんな私はね。
伊佐ハヤか、わかんない。伊佐ハヤわかんない。ごめんね。ちゃんか Q さん。そう、伊佐ハヤは私わかんないんだよね。佐世保しかわかんない。マサヤさん、こんちゃっす。結構漢字力やばい子な。うん、そう。わかんないもん、漢字。そう。漢字わかんない。とりあえずひらがな読めたらいいかなって思ってる。まさやこんばんは。こんな時間に珍しい、珍しいでしょ。そう、久々に始めてみました。たいすけさん、50カウント完了しました。ありがとう。あれね、結構めんどくさいのにありがとうね。50カウント。いいちこ聞いたことある？聞いたことあるよ。いいちこはね、おじいちゃんがすごい好きで飲んでたから知ってるよ。ダサい、ダサイフ、ダサイフの漢字だよね。その上の2つ読めないわ。字、ダサイ字読める？むずい、ゆきちゃんむずいよ。青いレモンはエスティアティータのバンドだ。あー、なんかそう言われたらなんかそうだわ。やばいやばいやばい。サボ以外、サボ以外弱いな。そうだよ、サチョボ以外あんまり長崎行ったことないからね。答えは教えない。目の下、目の下以外は取ってもいいかもね。あ、じゃあこれ、これ以外は取っていいってこと？私これ結構嫌いなんだけど、私これ結構嫌いなんだけど、これ嫌いなんだよね。ここさ、マスクつけてもさ、なんか時々こう出てくる時があって、それがすごい嫌だったんだけど。取らない方がいいの？伊佐早読めるのね。さすがに読めるよ。友達で伊佐早の子いたから読めます。ねえ、漢字読めない、難しい。漢字はいいか、天然説。ひーさん、天然じゃないです。ちょうど仕事が帰ってきたのでタイミング良きです。お疲れ。でもそろそろね、配信一旦やめようかなと思います。ねえ待って、漢字読めない、マジで。そこの黒好きなのにこれ嫌だよ。結構ね、嫌っすね、この黒。うんうんうん。仕切るの、仕切るの好き、当たってるかな。仕切るの嫌い。何仕切るの好きって、場を仕切るとか。私あんまり仕切るのは得意じゃないけど。泣き袋取ったらモテなくなるアイドルに必須。これ本当そうなんだ。じゃあここだけ残すわ。じゃあ一旦ってことはまたあるんだね。いや、わかんない、わかんないけどあるかもしんない。そのほくろが一番可愛いと思う。好き、信じろー。マジ？みさみささんが備えてくれるなら、ちょっとやめとこうかな。ここ、これがこれだよね。これ取らなきゃいいの？まあ取るって決めてないんだけどさ。じゃあこれだけ残しとくわ。逆に長崎の難しい地名でクイズしよう。無理無理、長崎わかんない。長崎だけど、長崎だけど佐世保しかわかんないのよ。まだ配信してくれてた、ただいまお帰り。支配するって出てた。私支配できないです。ピースサイン。一旦 CM でいいです。イサハヤはメガネ橋かな。イサハヤってメガネ橋遠くないか。アップめっちゃ可愛い、ありがとう。安定の触覚良きです、ありがとう。7時30分で1回終了して8時から24時まで。それをしない。とりあえずあのジムに行こうかなと思ってます。泣き袋持ってるアイドルは成功します。マジ？これ本当に泣き袋なの？それだったら取らない。じゃあ、ライニングフィンガーさん、こんばんは。あー、なんか漢字読めるわ、さ、キャラットさんのやつ。でも難しいな。4期で長崎市の合意でって。4期か。まだまだ遠い話です。まだまだ遠い。第2部配信いつでしょうか？いや、いつでしょう？わかんない。するかもちょっとよくわかんないけど。でもするってなってもちょっといつも通りぐらいの時間からかな。するってなっても。ジムに行きたいから。キーモは大腸がんの予防になる食べ物。私焼き芋めっちゃく食べますよ。こんちゃっす、みきや、みきやくん、こんちゃっす。ジム9時までだよ。ジムはね、私んとこは20時間です。
今テレビでピースサイン流れてたピースサイン流れてます。私ピースサインあんま聞いた覚えないな。ムキは褒めて伸びる子ですか。そう、私は褒めて伸びる子なのでみんな褒めてください。サヤにもメガネ星あるよ。ひーちゃん昔サヤ行ったことは、わかんない、あるんだ。目の下は絶対取らないで。わかった、じゃあ取らない。足投げ完了って、あつしさんありがとう。雲仙だけ、雲仙だけ漢字読めなかったけどわかるわ。長崎に、長崎に女のとって地名があってよ、その人がドキドキするらしい。え、どういうこと。あるあるさん、こんちゃっす。ひーちゃん、セロバーガー食べたことありそう。あるよ、何回もあります。昔もふさふかしたさつまいもが好きでした。私はあの炊飯器であの炊くお芋大好き。かわいいよって、ありがとう。今日は7時までだってよ、さっき連絡来た。どういうこと？どういうこと？そういえばジム行った？行ってないよまだ。リングライト効果で可愛いよ。何そのリングライトの方可愛くないみたいな。メトノ、メトノってどこなんや。では一旦そろそろ配信終わりたいと思います。じゃあのランキング読んでいきます。ランチを読みます。じゃあ13位、13位から読むね。13位ムロキックさん、12位スーくん、11位モニケン銀河さん、10位カムカバーさん、9位ハルちゃん、8位クーガさん、7位コチューンの天さん、6位み泉さんかな、5位君の足元照らしたい牛さん、4位パンタムさん、3位エムちゃん、2位しおりさん、1位猫さんです。今日もありがとうございました。 TH さんこんちゃっす。マクドナルドのホットアップルパイ美味しそう。私あんまりあれかもしれない。ハサミ読める、ハサミ読めるよ。ハサミは読めます。今日もありがとうございました。まあまた配信するかもしれないんですけど、まだわからないので、はい、まあ、するときはまあいつも通り11時半か11時くらいですかね。では今日も来てくれてありがとうございました。ぼちぼちね、ニックネーム戻すか。いや戻さなくてもいいよね、こさん。配信来てくれてありがとうございました。では多分また後でね。ではまたね、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。